画面の前の皆様、こんにちは。メラビトQでございます。今回のリフトスキンの、モデルでやっていきたいと思います。チロキットを使えっていうアーカイブがあるんで、それをやろうかなと。いうわけなんですが、これ暗示ついてんな。珍しい。このね、何個か使い切れみたいなね、アーカイブ、何個か使い切れとか、何個かトーテム破壊しろみたいな、そういうアーカイブはね、もうほんとストレスしかたまらないですね。なんかね、まだね、まだパーク指定とかして、このパークつけて、こういうことやりなさいとか、そういったアーカイブの方が、なんか、普段と違ったことができたりするんで、まあ、楽ですね。なんかすんげえ久しぶりに来たせいでチェイスルートがチェイスポジがわからんのだけど、これどういう構造？真ん中間に合うかな。どこ？どこに誰？どこに誰？で、この使い切るために生成された結成っていうこのアドオン使ってやってるんだけど、まあうまく使えないわ。よいしょ。もうストレスがもう、すごい。さっきボロタイやったせいでね、使えなかったんでね。ボロタイが足かせになって、なんか普段だったら、ボロタイ入れてくれてありがとうなんだけど、このアーカイブがあるせいでね、もうストレス値がどんどん溜まっていく。強行手段でさ、倒した板を起こしてみたいな、キラーに当てろとかだったらさ、なんかこういろいろ考えてやれるじゃないですか。単純なトーテム破壊とかね、もう作業ゲーとかしちゃうから好きじゃないんですよね。おお、もう一個板ない？ないですな。やっぱ意外と地形。あれ、疲労だけ出るデッドハードね。まあ今のはちょっとタイミング遅かったです。しゃあない。ギリギリまで粘ろうとしちゃダメだよ。最近あんまやってなくて、今日まあ結構がっつりやってるんだけど、3時間ぐらい、まあ、そのせいもあってか、やっぱチェイスがねできないんですよ。チェイスできなくてイライラしてる上にこういうのが乗ってくると、ね、そういうことですよ。あれ何してるんだ。心音聞こえてくるタイプのレース珍しいですね。どこいるのかなって探しちゃうから。もう骨の鳴る子とあれだよね。行くんだ。君は発電機を回せ。よいしょ。私はもうチロキットを使い切りたい。ピエロ恐怖症？ピエロ恐怖症って暗示のあれで聞くんだっけ？暗示すす。ねえ、レイスのアドオンの名前がパッと出てくる私も私ですけども。もう使い切るか。もうちょっと贅沢に使っちゃう。これでこうやってこうやることによって若干早いっていう。あそこにいるな。
若干速く走れて生きるプレイができるっていうね。ただチェイス中に使うのね、マジでむずいです。よいしょ。ネア倒される。破滅がやだね。まあ、とりあえず使い切れたんでよかった。よいしょ。スキルチェックまで下手になってしまって。よいしょ。このマップもなんか前の方がチェイスしやすかったな、個人的には。板増えたけど病院内がね、病院内で動きづらくなった気がする。し、あとなんかいろんな障害物増えたじゃないですか。そのせいもあってか、若干見づらくもあるんで。なんかエースいるんだけど。え、もうわけわからん。とりあえず救うか。半分切る前に給仕には入っておこう。 OK。 破滅がね、どこにあるんだろう。お、びっくりした、びっくりした、びっくりした。なんかいた。なんかいたんだけど。お、破滅壊れる。ナイス。え、アダムでしょ、割れてんの。やばい、パニックなんだけど。これ私だよね、割れてんの。猫の反応的にも。あ、いた。小屋逃げるか。迷ったら小屋に逃げなさいっていうおばあちゃんの教えが。間に合うよ。倒すしかねえ。あ、でここ地下じゃん。やばいやばい、釣られちゃう釣られちゃう。透明化しててもピエロ恐怖症乗んのか。でも面白い構成ですね、ピエロ恐怖症とアンジュススを使うっていうのは。レース怖いんでセルフケアはしとこう。よいしょ。でもなんか結成使う動画だったけど、なんかいろいろパニックになるわ。別の趣旨になってきた。よいしょ。真ん中回すか、とりあえず真ん中。おっそ。はいや。おっそ。ピエロ恐怖症破滅。なんだろう。透明化中かどうかがわからん。なんかいる気がする。やばいやばい、パニックパニック。エース結構やっててくれてる。相当近いぞこれ。アダム殴られる。あれ、ここ板なかったっけ。あ、使われてる。まずいまずいまずい、ただのランニングおじさんになってる。アダム2回目か。エースとネアがどこにいるんだろう。もう消えたかどうかすらも。ここ
この板はここじゃないか、もう一つ先か。こっちはおーっと2台直る。待って、今って病院内に2個枠の発電機じゃ、あんまりさ、そのアップで入ってからこのマップ来てなかったから、もうチャペルは死ぬほど行ってるんだけど、チャペルはね、死ぬほど行ったんだけどね。こっちのね、ディスターブドボードの方はまだ全然行ってないんですよね。前のアップデからもう1ヶ月ぐらい経つのにね、チャペルとえらい差が。ここはランニングおじさんしといて、やばい、ランニングおじさん死にそう。おじさんではないけど、クローゼットだからね。ヒュッ、痛がない。でも死に場所は選びたい。あそこ今エースを助けに行ってくれるとありがたいけども、入ってくれてる。やっぱこのレースやばいな、マジで。もう結構パニックになるよ。うん、だ今透明化してるかどうかわからんから。あと遠くから見えづらくなったっていうのもあるし、結構強いかもしんない。このパーク構成今度やってみるか、真似して。アドバンジウスと、なんだっけ、あの骨の鳴子で、でパークは破滅とピエロ恐怖症、ずさんな肉はないんでね。そこの入り口の糸は使われる、割られる、透明か、駆除される。まあちょっとこれ、これでもさ、アダムか私やられたらちょっときついよね。ああ、終わった終わった終わった。じゃあもうこれ開けちゃいましょうか。ネアが回してたのかな。よいしょよしよし、治療キットも1個使い切ったし、あのエースから治療キットもらってもいいよ治療キットくれっつって。まあ余ってたらの話だけど、中身がこれは開けていいと思います。あのかなり釣り回数も多いんで。エースはそれあれじゃない、アダムのことを救いに行った方がよくない。チロキット置いたわけじゃないのか。アダム、フランシス、やばい、死にそう死にそう死にそう、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。血の番人だったら面白い。血の番人ではない。ピエロ恐怖症が、いやー怖かったな。ピエロ恐怖症破滅、ずさんな肉やなかったよね。何だったんだろう。でも一個進んだ。苦悶の根源とまやかしか、なるほど。真似してみるか、今度。まやかしい蜘蛛の根源、ピエロ恐怖症破滅。アンジュースと骨の鳴子ですね。怖いね。
怖かったです。まあでもようやく1本取れた3時間で1本、ようやく取れたよ。まあ趣旨とは違う動画だけどまあちょっとまた今度ね、この構成のレースの動画やってみようかなと、思います。本当は結成使う回だったけどというわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。